おはようございます、こんにちは、こんばんは。本日はレース開拓シリーズ7、遊戯王のオリパヤさん、ラドラドチャンネルさんなんですが、引き弱で語ることがなかったために、で、投入なしっすか。え、ああ、そうだったわね。当たりはこちら、いい加減、うららちゃん欲しい。で、12口勝負、ドラゴンメイドスリープが出たら激アツとのことですが、トレカ開封をしながら昔の実体験階段を語る、名付けてトレ階段開幕です。動画着的に巻きましたね。ではではトレ階段に入りましょう。私は子供の頃、これまで話したような奇妙な体験をしたり、何かを見てしまったりということがよくありましたが、ある頃から全く見なくなり、奇妙な体験をすることもなくなりました。俗に幽霊感と言われるものが、ある日を境に急に消えたのだと思っています。チャンネルが開くとかいう言い方も聞いたことがありますが、逆にもともと開いていたチャンネルが塞がったのかもしれません。何か忘れているという可能性もありますが、きっかけは全くわかりません。さて、ではそれ以降一切合切何も体験していないかというと、一度だけ奇妙な体験をしたことがあり、二度だけ奇妙なものを見たことがあります。今日はその大人になってから一度だけ体験した奇妙な話をしてみたいかと思います。あれは若い頃、出向先の会社にいた時のことです。私のいる業界は最近こそ労働基準法を守っているホワイト環境になっていると思いますが、私が若い頃は帰りは終電が普通、休日も少なく200日連続出社もありましたし、徹夜も日常的なので会社に寝袋を常備しておくようなブラック環境でした。そんな中、とある会社にしばらく出向することになったことがあったのですが、そちらの会社は遅くまで残る人が少なく、徹夜で業務する人は皆無という感じでした。私もその社風に合わせて、こっちはいつもより早く帰れるなぁと皆さんと同じように働いていましたが、ある時その週は想定外の対応が重なったこともあり、週末に締め切り日があった業務を残してしまいました。今日はちょっと徹夜して片付けちゃうか、この会社では初めて徹夜の残業申請をしました。まあ残業構わないけど気をつけろよと、申請はすんなり通り、体まで気遣われました。会社で一人残業を始めました。夜になり夕食も済ませ、ビルそのものが施錠される23時過ぎだったでしょうか。尿意を催しトイレを済ませている時、ふと自分の後ろを誰かが通った感じがし、自分から何個か離れたトイレに人がすっと立ったのを視線の片隅で見ました。別段誰だか確認したわけではありませんが、同僚の誰かだと思い、軽くお疲れ様ですとそちらを見るでもなく声をかけ、手を洗って他に出ようとした時にふと我に返りました。え、他に誰か残ってたっけと振り返り、トイレの中を見ると誰もいませんでした。気のせいか疲れてるって、夜もまだ長いのにやれやれと思いながら業務に戻りました。仕事を続け夜0時を回った頃でしょうか、突然と人が歩いているような足音が、大きな棚を挟んだ隣のセクションから聞こえました。なんだ、やっぱ自分の他に残ってる人いるんだと思い、誰がいるのか確認しておこうと棚の向こう側に回り込んでみました。回り込むと電気もついておらず真っ暗、人の気配もありません。一応声をかけてみます。すみません、どなたかいらっしゃいますか。返事はなく、物音はエアコンの音だけが響いています。この会社では見たことがないですが、元の会社なら寝袋を出して床で寝ている人もよくいたので、もし寝てるのなら起こすのも悪いなと思いながら業務に戻りました。そして業務を再開し、しばらく経った頃と、この会社に来てから何度か聞いていた隣のセクションにある大きな棚の真ん中一番下の立て付けが悪いところを開ける時の特徴的な音が響きました。あの棚、力強く引っ張らないと開かないし、あの音絶対あの棚だ、やっぱり誰かいるんだと確かめないと落ち着かないと思い、小走りに棚の向こうまで行き、区画ごとにオンオフできる電気もつけてみて、あの、どなたですか？と声をかけながら、音が鳴る棚の方へ向かっていきました。
今度も誰からの返事もなく、やはりエアコンの音が響いてるだけ。棚の方を見ると確かに棚が開いていました。しかし誰もいません。まさか泥棒ってこともありえるのかと思い、一応そのセクションを歩いて回りましたが、物音一つせずに寝袋で寝ている人もいませんでした。そしてフロアの端まで歩いて行った時に、そわっと意味もなく背筋が寒くなりました。なんだろと理由のない不安の原因を探すように、真っ暗な窓の外にふと視線を送ると、なぜか道路を挟んだ左前方にある神社に意識が向きました。しばらく見つめていましたが、何かが起こるわけではありません。って、俺、何やってんだ、早く終わらせようと、つけた電気を消し、残り業務を片付けるために自分のブースに戻りました。そして1時間ほどは何事もなく作業を続けていた時、と靴の音が再び聞こえ、と自分の後ろを通り抜ける足音が響きました。驚き、回転する椅子ごとバッと振り向きます。明かりは自分のいる区画だけにしていたので、背後はうっすらと暗くなっていますが、目を凝らして音の主を探してみました。どなたですか？相変わらず、エアコン以外の音は聞こえません。ただ、そのままぼんやりとした薄明かりが差し込む暗闇を見ていると、なんとなく、人の影のようなものが見えるような気がしてきました。それも一人ではなく、何人も何人も。ゾクッとして、パソコンの画面に向き直します。いや、気のせい、気のせい。もう10年以上何も見てない。見えなくなったんだから、気のせいに違いない。だって、こんなところで何かを見る理由はない。でも、と思い、パソコンでこの会社の住所などを検索してみました。事故物件とか何か事件がということもなさそうでした。ただ、会社のある場所の地図を見たときに、ちょっと待って、これって、あることに気づきました。そして、それに気づいた途端、背後の気配が膨れ上がった気がして、何か小さなざわめきまでが聞こえてきた気がし、今日は、もうタクシーで帰ろう。わざわざ声を出して、逃げるように会社を出ました。もしかして、閉じていたチャンネルが開きかけたのかしら？そうかもしれません。ところで、気がついたあることって何だったの？途中、棚の向こうで誰かいるのかと探したとき、窓から見た神社があったじゃないですか。自然と見ちゃった神社ね。はい、そして地図を見たとき、その神社の後ろ、北東にあたる一つ目の建物がその会社だったんです。そして思ったのが、道、神社に向かって霊道がこの会社を通ってるんじゃないかと。それでたくさんの人が？はい、ただなんとなくそう思っただけです。ちゃんと見えたわけではありませんので詳細はわかりません。ちなみに残した仕事は、明るくなってから会社に戻り、なんとか片付けました。昼間は何も体験したことなかったので。それはなかなかブラック体質ね。はい、そんな時代です。というところで、ちょうど開封が終わったけど、どう？何も語ることがないでしょ？まあ、率直に言いたいたしい限りです。ここまで勝てないと、本当にあった呪いの有料って感じですね。かあ、マジで怖いわ。ではでは、引き弱すぎて、語ることがなさすぎるときは、また、トレ階段で、お会いできればと思います。実体験のお話は、多分、あと1回で終わりなので、その後のトレ階段は未定となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル、あかね空でした。